おじいちゃん、ちっとも釣れないじゃないか。ああ。小太郎、釣りというものはな、必ずしも魚を釣らんでもいいんだ。じゃあ何釣るの？昔、信濃州という国にな、太公望という偉い人がいてな、世に入れられるために毎日伊水という浜辺に出て釣り糸を垂れて昼寝をしとった。ひょんなことから文王という王様に用いられ、院の国を追って天下を定め王者になられたんじゃ。わかるか小太郎、こせこせ働いて小禄に甘んじ時の権勢の総君になるよりも野に出て太公望たれ、それが男じゃ。だったらおじいちゃん、父上も仕官の旅なんかやめて家に帰って毎日釣りをしてればいいのに。なに？あ、釣り竿が。ダメだな、おじいちゃん。捨てやられたな。お。小太郎、元気ですか？父上と母は今、加賀の国に差し掛かっております。三河から木曽の山越えで美濃に入り、今日に登る予定を変えて、加賀百万石の御城下へ向かってしまったのは、小太郎、久しぶりにあなたの顔を見たくなったためかもしれません。加賀のお隣は越中、そして越後の国はもうすぐ目と鼻の先ですもの。ついて行きます影のよう、いつもあなたが歩く方へ、今度この世に生まれてきてもあなたとこうして生きたい。悲しい時は名産は加賀友禅で有名な染物、蒔絵、九谷の焼き物、山中の漆器と、まあ、それは大変なもんですよ。何しろ前田宰相利家公以来百万石の栄華を誇る大半ですからな。もし安く手に入りましたら、国元の土産に明斗茶碗でも買ってまいりましょう。うん、明斗茶碗もいいが、今度こそ仕官の口にありついて頼りに友禅染めの小袖でもと思っているんだが、どうでしょうか。ありがとうございます。と言ってもよろしいのでしょうか。うん、これ一本やられたな。あれ、さっき峠の茶屋で見たときは金沢の町がすぐそこに見えたんだが、まだだいぶあるな。ゆっくり参りましょう。うん、よし、じゃパターン。見て、綺麗。いよいよ加賀の国よ、百万石よ。百万石だからどうしたって言うんだ、関係ない。変な人。浮かれてる千春さんの方がどうかしてるんだ。見ろ、あなたがあまり道を急ぐもんだから先生たちとはぐれてしまって。先生、先生って新之助様は三沢先生がいなければ夜も明けないのね。とにかくね、私はここで先生と奥様を待つ。あなたはどうぞお先に。まあいいわ、私お腹が空いちゃった。じゃあ飯にしますか。山岸さん、
オラたちはあんたがやれって言えば今夜にもやるだ。そうか、みんなこの山岸右近に命を預けてくれるか。庄屋民右衛門の米蔵にはおよそ180俵の米が眠っていることが調べがついた。だがな、村の子供たちは一杯の芋粥を奪い合って泣きわめいているのだ。なのにだ、庄屋の米蔵ではネズミがたらふく米を食っている。ネズミもぶっ殺すわ。民右衛門と一緒に安崎にするだ。賢太だ。待て、我々の目的は人殺しではない。庄屋の米蔵を村人たちに解放することだ。いいか、結婚は今宵7つ半。みんなは同志を集めて珍獣の森で待て。合図だ。いいか。手がいる。山道を歩くと腹が減るな。先ほどはクークー山鳩が鳴いてると思ったら私の腹だった。なんだ貴様ら、お望みか。聞いたろ。聞いた。何の話だ。とぼけるな。聞かれた以上は気の毒だが死んでもらうぞ。抜け。待て、俺は何も聞いてない。言うな。手休みするか。はい。あ、あなた、千春さんです。新之助様が。突然私に言いがかりをつけて切り替わってきたんですよ。何か聞いたとか抜かしよって。多分この辺りで押し込み強盗の相談でもしてたんでしょう。言うな。我らが世直しの宗教押し込み強盗とは許さん。言うな。たまげた、こまげた、あずまげた、滑って転んでこの宮だ。猪之助君、やめなさい。おやめなさい。知らせてください。おやめなさい。知らせてください。知らぬこととは言いながら悪行雑言の数々ご無礼いたしました。いや、こちらこそ決起に流行って刀を抜いてしまった私が軽率だったんです。さあ、お手を挙げください。さあ。よかったよかった、これでいいんだ。こうやってよく話し合えば分かることなんだ。あなた山岸君とか言いましたな。はい、山岸右近と申します。いまだ部屋住みの若輩者です。いやいや、お互いに身分は言わぬが花だ。しかしあなたもお若いのに百姓のために世直しの宗教をお図りになる。見上げた志だ。御斎兵、感服しました。恥ずかしながら、実を申せば世直しなどと大それたことではありません。ただ一家村314名の命をつなぐための一揆で。いや、それ以上はおっしゃるな。聞けば私も辛くなる。老老の身上、何のお力添えも叶いませんので。陰ながらあなた方に神仏のご加護を祈るのみです。篠介君、行きましょうか。
先生、私はここに残ります。お願いです、先生。この人たちと行動を共にさせてください。そう言うだろうと思った。私は君を止める理由は何もないからな。先生、いや、若いということは実に素晴らしい。私は自分が恥ずかしくなりました。私は君たちと違って背中に荷物を背負って生きている人間だ。空にかかる美しい虹を見てもおいそれとすぐそれを渡るわけにはいかんのですよ。私は虹を見てただ美しいと感じるだけの人間です。この貧しい地面を張ってほんの一握りの、いや一粒の幸せの種をつかめばそれで満足なことです。どうか勘弁してください。何をおっしゃるんです。いや、しかし私は金輪際君たちを裏切ったりはしない。ご成功になります。先生、お話をお済みになりましたの？うん。さあ、行きましょうか。あなた、しんのすけさんは？いや、しんのすけ君はね、あの人たちと一緒に虹を渡るそうです。虹を？若者の特権ですよ、千春さん。これは男の夢だ。心配しないで、叶えさせてあげなさい。どういうことですの？新之助君はあの人たちと行動を共にするために残ったんです。行動って一体何をするためにですの？いや、それは言え。秘すれば花、秘めてこそ空の虹なのです。わかりますかね、千春さん。わかりません。困りましたな。男の人って時々わからないことを口にするものなのよ。そういう時分かったふりをした方が利口な女だと言ってもいいと思うの。うん、そうそう。いや、そう言ってもいいと思うんですよ。嫌です。私、おばさまのように利口な女じゃありません。千春さん、これでいいんですわ。私だってきっと同じようにしたと思いますもの。そうですな。金沢に来たら次年さんがぜひ泊まれと言っておられた旗は、越後の方がご主人なら気が休まりますわ。うん。一体どなたがお泊まりなんでしょう。嫁ぎながらお尋ね申し上げます。あ、拙者当藩家中の脇田三郎兵衛と申すも、そこもとは三沢伊兵衛殿とお見受け申したが。はい、いかにも三沢でございますが。いや、眼福でござる。で、こちらは奥方様で。はじめまして、太陽と申します。万里の旅人さぞお疲れのことと存じ上げるが、拙者当藩ご老職の深見隼人の将忠治様の名代にてそこもとをお迎えに参ったものでござる。ご老職は三沢殿のご来賀を一日先週の思いにてお待ち申し上げております。さあ、奥方様もご一緒にあれなる籠へ。いや、人違いではございませんか。私はこのようなお出迎えをいただく覚えは毛頭。
いや、そのようなご遠慮はご無用でござる。あなた、行ってらっしゃいませ。私は連れもございますし、ご無礼させていただきます。水平殿。いや、このタヌキは深見ハイトの将といって、この家の主じゃよ。追わずにお目にかかる。三沢殿にはお疲れのところをようこそ。三沢伊兵です。以後お見知りおきを。伊兵殿、そう固くなんなさんな。いや、わしとはその昔、江戸詰めの折に吉原で知り合った仲じゃ。表向きは官範一万石の城代家老じゃが、裏へ回ると下手な俳句をひねくり回す他愛もない反活じゃよ。王将は仏様のような顔をしているが、女の方は物騒で物騒で。いや、仏の顔だから物騒物騒。下手くそな洒落だな。三沢殿、助けてください。和尚は金沢へ来るためにこうして私をいびりたがるんだ。うん、それがわしの楽しみじゃもん。そうでしょう。雨具でもないのに美濃とはこれいかに。船の具でないのに貝というがことし。なるほど、さすがですな。それでは私も一つ。一枚のものをせんべいとはこれいかに。一枚のものをせんべい、せんべい。いやー、降参です。参った。一つでもまんじゅうというがことし。なるほど、これは驚いた。三沢殿は武芸一点張りの方と思ったが。冗談じゃない。わしがそんな不思議な男を友として付き合うと思っとるのか。いやね、調子に釣りがねえかは知らんが、わしはどうも伊兵殿に惚れとるな。いや、お前のような特別に伊兵殿を預けるのはもう忍びなさいな。おい、もう王将、王将、忍びなさい。とうとう白川呼ぶねになりましたな。では三沢殿、席を移して。あ、千石。さよう。一千石。六高にご不満がおありかな。いや、とんでもございません。過分なる。私にはその半分の五百石でも十分な。一千石はお約束します。あ、ただし一つだけ条件があるのだ。あ、あなたの剣の腕を見せていただきたい。御前試合でもいたすのでしょうか。それならば柔らでも双日でも。いや、人を一人切ってもらいたいのです。不遜な輩でしてな。そいつは腕の立つ若造なのですが、私の領地で押し込み強盗を働き、役人に追い詰められて、本日七つ半若い娘を人質に庄屋の土蔵に立てこもっておるのです。宣告早んまで知らせが参りましてな。七つ半といえばまだ明るいのに大胆な奴です。それで心を痛めておるのですよ。人質を盾にこもるとは一番卑劣なやり方ですな。さよう。庄屋の一人娘でしてな。その娘に万一のことがあってはといろいろ交渉しているのですが、な
かなか手強いやつで、明日九つまでに向こうの条件を飲まなければ娘を切って捨てるという。どうかな三沢殿、あなたならそいつを切って捨て娘を助け出すこともあるいは。やりましょう。ただし。ただし。いや、私は切りませんよ。峰内です。峰内で落としましょう。それでもよろしいでしょうか。結構お慈悲深いのは和尚のご薫陶ですから。だったわよ千春さん。あ、今ね湯殿で楽しい人に会ったの。どうぞ。こんばんは。ご縁があるわね。でもね、私ここに泊まってたらまたあんたたちに会えると思ってたのよ。どうしたんですか。新之助さんがね、ちょっと。あ、そう。また孫その川流れで離れ離れになっちゃったってわけ。汚いことおっしゃらないで。ひどいわ、まぐそだなんて。ごめんなさい、ついお里が出ちゃって。何かあったんですか。虹を渡りに行かれたんです、新之助さん。虹？何ですかそれ。おぼしき者一人裏山に取り逃がしました。何、浪人者。はあ、山岸右近以外はボート全員百姓と踏んでいたのですが。殺すなら殺せ、殺せ。離せろ、この山犬。宮門、そうしょげるな。たかが米の二十俵や三十俵、お主にとってはスズメの涙も同然であろう。お奉行様、米ではございません、娘の命でございます。お願いいたします。山岸右近の申し出を入れて百姓たちのお縄を解き、ご赦免くださいまし、すれば娘の命は助かります。ならぬ。それではお奉行様は、お袖の命はどうなってもよいと。ならん。この三原立脇、軍大確約同心風情の次男坊に舐められたとあっては松代までの恥だ。したがお奉行様、お袖はご城代様のお眼鏡にかなって近くお屋敷にご奉公に上がることになっておりました。それをむざむざ柿役同心風情の部屋住みと相対地にさせてもよろしいのでございますか。山岸がお奉行様のご返答を待つ刻限は昼九つでございましたな。よろしく、よろしくご決断願わしゅう存じます。
それさ。お父上は許してはくれない。だ、私にはこうするより他になかった。こうする以外に方法はなかったんですよ。分かっています。私、覚悟は決まりました。ここで右近様とご一緒に。何を言うのだ。この度の決起はあくまでも私が先頭に立って音頭を取ったことです。だが目的の米蔵を解放し、わずかな米を運ぶ途中で役人に囲まれてしまった。武助たち同士はみんな勇敢に戦った。不幸にして戦いは我に利あらず、武助、五一、幾松、みんな捕まってしまった。殺された奴もいる。だが誰も死ぬ必要はなかったんだ。みんなが生き延びるためにこの旗揚げをしたんだ。だから決して死んではいけない。死ぬのはこの山岸右近一人でいい。右近様はお人が良すぎるんです。何？もし父やお奉行様が右近様に折れて武助さんたちがご赦免になったとしても、右近様がお仕置きになった後は一体どうなるんです？それは武士の約束だ。私信じません。結局みんな殺されてしまうんです。そんな悲しいことになって私一人が生き残るなんて嫌です。いや、いやです。嘘でさ。約束の九つの鐘でございます。お奉行、ご城代様ご来賀にございます。どうした不定の輩は。まだ娘子をかどわかしたまま動かずか。恐れ入りましてございます。民右衛門、はい、安心するがいい。あの御仁が娘を助けて死んでるとな。はい、どうぞお願いいたします。いいか、やつの条件は全て飲んだと言っておびき出せ。は、私の条件は飲んだ。武助たち百姓の命は助ける。娘を連れて速やかに出てこい。門を開けろ。
直ちにほどけ。話はそれからだ。よし、分かった。よし、今出る。死に勝るお腕前、感服つかまつった。違う。歩け。くそーくそー、裏切り者め、くそー。だがなされた、三沢殿。こちらで一休みいたそう。娘の親子の喜ぶ顔を見てやってください。ご家老、あなたは私に嘘をつきになりました。嘘？あの娘子は泣いていたではありませんか。娘子は稼働化されたのではありません。あの若者に命を懸けて恋をし、共に死ぬるつもりだったのではありませんか。そこまでは私も知りませんでしたな。いや、三沢殿の優しい心根には全くもって。いや、それだけではありません。あの柳修根は不手の輩ではない。従前に悩む民百姓のために一心を落として戦ったのです。それをあなたは私に押し込み強盗と偽った。天に椿する言葉とは思いませぬか。三沢殿、私にも家老としての立場がある。加賀百万石の政を預かる者の責任があるのだ。あの不遜の輩の暴走を許すわけにはいかん。どんな卑怯な手立てを使っても断じて許すわけにはいかんのだ。三沢殿、それよりあなたもあなたの立場を考えられたらいかがかな。聞けば国元に子供を残してきているという。いつまでも老老の身ではありますまい。拙者は明日にも藩校にお目見え願い。おやめなさい。私は人を斬ったことはありません。いや、斬りたくない。斬らさないでいただきたい。
たちを即刻打ち首にせい。は。百姓たちの見せしめに考察を立て、鎮守したのか穴で全員獄門を押し付ける。あんたは右近たちが空にかけた虹に泥を浴びせたんだ。恥を知れ。新之助君、その泥を洗いたいんだ。手を貸してくれませんか。ああ、これは奥に飛行の用意がしてありますので、どうぞ。どうぞお構いなく、そのご心配はご無用です。いや、どうぞご心配なく。お前、何をするんだ。来た。だがこれに勝たねば祭りごとはできんのだ。私も若ければあの者たちのように。この通りじゃ、伊兵衛殿、次年一代の深く穴があったら入りたい。もうどうぞ頭を上げてください。次年さん、困りますよ。いやいやいや、人の見る目がないにも程がある。あの深見隼人将の廃人面に騙されて、こともあろうにあんたを推挙するなどとは。もうよろしいじゃございませんか。人には間違いというものが。いや、その間違いが許されんのじゃ。いや、本来なら頭を剃って詫びるんじゃが、根が坊主じゃからそれもならん。いっそのことおへその下まで剃っちまえばいいじゃないか。何お前さんたらすぐお話が落ちるんだから。それより先生、新之助さんはどうしたんですか。いや、実はそれなんだが、新之助君は右近君、武助君たちと一緒にまだ為右衛門の屋敷に立てこもってるんだ。いや、何しろ城代家老以下30名余りを捕虜にしてしまったんですからな。これはもう大事件と言ってもいいと思うんですよ。皆さんで100万石の軍勢を迎え撃つおつもりなのかしら。まさか。まさかと言っても、先生、お城からご家老を取り戻しに攻めてきたらどうするんです。そうよ、みんな殺されちゃうわ。それは攻めてくればの話でしょう。まあ、今のところは村から逃げ出した人はいないし、お城には知らせが行ってないと思うんですよ。でもそういつまでも立てこもっていたら、いずれは知れてしまうでしょう。さあ、そこですな。どうやって脱出させるかが問題ですね。お前さん、お前さん、ちょっと古着屋行ってきなさい。古着屋。うん、いや、ここはわしに任せてください。いや、罪滅ぼしや。いや、ナブさんうまくいくかどうかはわからんが、いや、見てのお楽しみ。代はお帰りでいいよってな。なんだか面白そうだね。小太郎、元気ですか。父と母は今、加賀の国を後にして越中に向かうところです。加賀ではとても素晴らしいことがありました。小太郎はお空の虹を見たことがあるでしょう。長い雨やりの後などに、真っ青に晴れた空にかかる七色の虹を。父上は加賀の国でその虹をお渡りになったのですよ。
タヤのやつまた役体もないこと。おじいちゃん、握って渡れるの？バカなこと言っちゃいかんよ。あんなものは空落としだって渡れせんよ。じゃあ母上は嘘をついたのかな。あっ、さあお日が暮れるぞ。さあ帰るか。おっ、タカ、あ、帰るぞ。はい、ただいま。おばあちゃん、お空の虹って渡れないの？虹？虹はね、お天道様がいたずらをしてできた幻の橋だから人間には渡れやしないんだよ、小太郎。ふーん。虹を渡れるのはね、天女様か神様のお使いだけなんだよ。そうか、父上はきっと神様のお使いなんだ。そうだね、おばあちゃん。小太郎、ウサギだ。哀れよの小太郎も。伊兵衛のやつ加賀の国で又殿仕官を仕切りったらしい。よろしいじゃありませんか。世に入れられぬは英雄豪傑の常でしょ。でしょ。うん。どうもご苦労様でございました。たよ、すまん。また私のわがままで士官の口を不意にしてしまって。何をおっしゃるのです。この度の士官は不意になってかえって幸せだったと言ってもいいと思いますわ。本当か、たよ。本当にそう思ってくれるんですか。パヨ、ありがとう。いや、今度の話は最初からうますぎると思ったんだ。棚からぼた餅みたいに一線獄だなんて。これからうまい話には気をつけましょう。本当に、うん、じゃあ、行きますか。はい。きれいな虹。ほらの大隅毒蛇の口を逃れたる心地して。うまくいったな。お芝居も終わったんだよ。いや、今度江戸さやから役者工作組んだりて安の芸大が幹事長じゃ。お前さん、色坊主のくせしてたまにはいい考えが浮かぶんだね。ん、いや、お町殿に褒められたら初めてかな。あとは怖いの。色坊主は余計だな。さあ、手を出し。いや、逃げはせんよ、逃げはせんよ。何でも罪人だな、これ。人が見たらみっともないがな。隠しは分かりやすい。恐ろしいように恐るなり。小太郎、父と母は今越中の国に入りました。もうすぐお隣が越後です。小太郎に会ったら、お父上がどんなに立派なお人か、それをあなたに話してあげるのが母の何よりの楽しみです。その日はもうそんなに遠くありません。指折り数えて待っていてください。
花に酔う信州稲田に、三沢伊兵衛に道場の師範代の話が転がり込んだ。佳代の身を案じつつ道場に寝起きする伊兵衛、そして何くれと伊兵衛の身の回りを世話する道場の美しい娘、人それぞれの思惑が悲しくすれ違う恋の物語、笑いと涙で綴る夫婦旅日記、さらば浪人、次回恋忍ぶ宿にご期待ください。